イエーイ感じです。でね、もう先にちょっと見ちゃったの、中身を先にちょっと見ちゃったんですけれども、びっくりした、すごいよ。これすごくない？めちゃめちゃすごいんやけど、これすごいよ。これとこれはマジすごい、割りそう割りそう。あとねこれこれ、ありがとう、みんな、みんなじゃないけど整体院の皆さんありがとうございます。イエイイエイ、嬉しいよ、めちゃくちゃ嬉しい、嬉しいです。まだねサラサラとしか見てないけど、すっごい驚いたのがあってさ、え、これいつからやってたんやろ、全然わからへんけど、まずねこっちはファンの方とかいろんな方のメッセージが入ってるんですけど、なんかね余ったのかな、このカードがいっぱい入ってました、なんか余ったのかなわからんけど、でもねすごく驚いたのがさ、ちょっと後でね、まだねファンの方のやつをちゃんと見てないんですけど、後でちゃんと見たいと思います。驚いたのがさ、キャッチの皆さんから、見せていいのかな、キャッチの皆さんからこんなに、こんなにって言ったらそんなにやけど、キャッチのスタッフの皆さんがこれを書いてくださって、ファンの方が集めてくださってね、もうさ終わるからすごく感動しました。今の時期に見たからこそ感動しちゃいます、なんか胸がドキドキする。でね次パッて見たらさ、成瀬優星って書いてあって、え、成瀬さんと思って、成瀬さんと南雲さんとあまりさんとか、あと岩見さんも、ありがとうございます岩見さん。そしてさ多分これね私の親友なん、私の親友から多分メッセージがさ届いてて、確認しよう後で、多分私の親友、この私の親友からのメッセージが一番胸にクサってきた助けてもらってるんでね、いつもいつも親友ちゃんには、すごい、いっぱい書いてくれてる、いっぱい書いてくれてる、ところどころこうファンの人の、やばいやばい、見えちゃう見えちゃうファンの人の顔見えちゃうよ、ファンの人の顔とかさ、嬉しいね、こういうの嬉しいよ、すごく嬉しい、嬉しいです、超絶、え、何これマシュマロ、すごい、皆さんからの愛しかと受け取りました。いや、なごめさんとかやばいね、あまりさんとか、お礼言いたいと思います。これは写真撮ってツイッターに載せていいのかわかんないですけど、あまりさんとかのメッセージ、こっちはねアルバム、重っ、今からリハなんでちょっともうすぐ終わらなくて、すごい、いつ撮ったんこれ、みんないつ撮ったの、知ってる顔がいっぱいいる、最近見てないな、ファンの人の顔、懐かしいよ、みんなで集まって撮ったんや、You can fly、 18歳か、やばいね、そっかもう19歳、もう20歳になりますよ、はあ、きなこさん、
めっちゃ前なんやけど。めっちゃ前、そっか、もうめっちゃ経ってるもんな。サイナのスピーチみたいなのしてくれて恥ずかしいよ。すごい。幸せ。こんなにサイナって話しといたいな。って感じです。懐かしい。明日で最後か、ラジオ。絶対泣いちゃうんやけど。高橋光陽選手がいる。高橋光陽選手がいる。そして、斉藤匠選手の2番の背番号をバックに、サイドのボールを、安藤修斗選手か、安藤修斗選手と高橋光陽選手。いつ撮ってたん、こんなん。サイナがイエーイってしてるとこなんか盗撮されてる。すごい顔、こんなに楽しそうなんや。懐かしい、超懐かしい。めっちゃ懐かしいです。うわ、しがこれ今年できひんかで、こん時コロナなんて来るなんて思ってなかったもんな。超密集してる。うわ、人見知り出てるわ。懐かしいよ。なおちゃんとかもいるし、まだ懐かしい。これはね、まだ全部。うわ、リオや。リオとかさ、エリナちゃんもいる。いや、めっちゃ前やんこれ。じゃあめっちゃ前。うわ、明日旅か。明日旅ね、一番苦しかったな、明日べ。今やから言えるけど、一番苦しかった明日べが。前髪ないし、まだ懐かしいね。もう懐かしいとしか出てこん。うわ、懐かしい全部ね。うわ、レジスタンスイレブン今年出てないんだよね。レジスタンスイレブン超楽しかった。懐かしい懐かしい、全部懐かしい。こん時なんでこんな痩せてたんやろ。そういうの痩せてたいわ。ルカの卒業公演はちょうどいい体型でした。太っちゃいました。懐かしい、めっちゃ前なんやけど。ありがとう、ありがとう。後ろはね、明日べの衣装、すごくない？これすごいんやけど。すごいよ、もうすごい。ありがとう、大切にします。ありがとうございます。こんな感じでやっと受け取れました。イエーイ、ありがとうございます。やっほー、配信 NOW。 聞こえた？はいって声、なんかすごいめっちゃ叫んだのは聞こえた。あー、はいって、 なんて言ってんか分かんない。はいって言った、どうぞっていう意味で。今やっと紹介し終わったところ。あら、よかったね。脱力感すごいわ。イエーイ、横山ゆい、ゆいちゃん、横浜、あ、イエーイ。この前めっちゃ久しぶり、めっちゃさ、ラジオ一緒だった。めちゃくちゃ前2人で配信したことあるの覚えてる？なんか握手会でやった記憶ある。握手会ほんまちょっとだけやった記憶ある、横山と。横ちゃんは配信はするんですか？しません。
しませんって、よこちゃん配信しませんって、しないけど、ちょっと今日は遊びに来ました。撮影が一緒でした。イエーイ。最近多いね、一緒。ね、一緒多いね。ラジオも一緒やったし。うん、写真集。あ、未熟な光。はい、発売中です。発売中です。ぜひ。ぜひありがとう。イエーイ。髪型似てないって ね思った。確かに巻き下ろしすごい来た時さ、あ、なんか似てる。あ、やだ、恥ずかしい。キャラかぶり。キャラキャラかぶってないですから。キャラかぶりや。何歌おうかな。歌うの今から。うん、え、いいや。 BGM にして。いいよ。ひどい、その香り。でもこれさ、音楽つけたらあかんのちゃん。そうだよね。そうだから、ゆうがアカペラで歌ってくれんの。歌ってよ、じゃあ。三、はい。待ってよ、何にするって考えてる。ワン、ツー、三、四。やだ、怖い、この人。何があるかな。え、どっち？これか。うん、リズム。どっちでもないと。どっちでもない。うん。何歌ってほしいですか、皆さん、横山に。蜂の巣。うわぁ。ワンとか、すごい。なんかさ、蜂の巣ってダンスやん。そうなんです。だからさ、蜂の巣って聞いただけですごいなんか、ああダンスって感じすごいする。わかるわかる、言いたいことはわかる、ね、やっぱり。あ、でも結構エイトの曲ですね。ブルーローズってどういう歌詞だったっけ。気分的にはこう、ブルーローズもしも君がバラ、それブルーローズじゃない。違うな。ブルーローズ、え、ブルーローズか。ブルーローズない、ブルーブール…言えない。そういうこう、ジャガジャガした曲のイメージは？ブルーローズ。そうなんだ。デデ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 デ。すごい、みんなツーローズ、いや、トゥーローズツーローズ、トゥーローズやんな。もしも君がバラナラ、あ、来た、歌ってるよ。最近愛を求めた、ありえない、青いバラみたいな、いつかの夜、夜奇跡なら一度だけをブルー、ハモりたいハモりたい。ありえない、神の仕業あり、恋の過ち、膝かゆい、膝かゆいよ。すごい響いてる、響いてる、確かに響いてるね。うぬーって、うぬーって響いてた。浜の配信で言います。横山もプレゼント受け取りました。イエーイ、ありがとうございます。たくさんみんなありがとう、ありがとう。パチパチ してる。ありがとう。パチ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 、一人だけやけど、あ、二人。ああ、ありがとう。ありがとう。膝があれに見えたって、何に見えてんの？膝かい。もう膝いっぱいつくからさ。今日はね、稽古オフなんです。そうなんです。やけどレッスンと撮影です。よこ、プレゼント届いたよ。はい、届きました。ありがとう。私も届きました。やっと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 こさ。でも19歳、もうちょっとで20歳。え、何月？8月20日。え、もうちょっと、もうちょっとだよ。だって4月まで忙しいからさ。半年ぐらいか、うん、半年もないないか。だってあと今3月やろ。4、5、6、7、8、5ヶ月。だってもう4月なろうと、もうサイナたちなんてあっという間で4月なんか。そうだね。ね、気づいたらもうめっちゃ進む日早くない？なんか毎日。え、サイナまだ1月で止まってる。え、3月？わかるわかるわかる。3月？みたいな。うん。
たいな感じ。めっちゃ分かる。めちゃめちゃ3月の、あ、そうや、サイナのアバターできたんです、実は。え、あのなんか一時期さ、なんか、なんかお手紙みたいな、お手紙みたいな、なんかわーって待ったら、なんか何個か何個か集まればみたいな、それがね、みんなやってくれてさ。でもね、そのサイナのアバターってよりはサイナの名前が書いてるアバター、男の人はこっちで、女の人はこっちで、なるほどね、なんかキュンキュンってなるの、キュンキュンキュン、ハマハマってなる、ほんと適当だね、キュンキュンってなる、ね、なるんです。どうやってもらうの？サイナももらいたいけどさ、もらい方わからへんの。あ、なるほどね。へえ、すごい。そうそう、キュンキュンってなる。なるほどね。めっちゃ髪の毛長いね、伸びたね。ね、使ってるよ。バレンタイン、あ、バレンタインの時。あ、そう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 、あ、バレンタインの時ね。もやもやキュン、もやもや、もやもやか、あれ消されるぞ落とされるよ。無音でやればいい。あ、まあ振りぐらいだったら。 TikTok 見すぎて。なるほどね。覚える。 TikTok 見すぎてめっちゃ覚える。いや、 TikTok 携帯のあれにも入ってないわ。昨日永遠に見てた。着替えたよ。え、すごい、マシュマロが飛び交ってるんやけど。どういうこと？メルヘン、メルヘン、めっちゃメルヘン。雪玉じゃなくて、うん、マシュマロ。え、メルヘン、ほんとだ。え、今ダイエット中なのに食べたくなっちゃう。ほんとに、マシュマロ食べたくなっちゃう。この距離でさ、出す声じゃないのよ、ほんとに。え、さ、耳悪いからさ、はいはいはい、もともとさ、あの、自分の声のボリューム分かってないの。あ、なるほどね。中耳炎やったから、すごいちっちゃい頃。なるほどね。そう、自分のボリュームがね、そう、めっちゃウケる。だから分からへん。すごい、ほんとだ。すごい、積もってる。すごい。雨、違う、ホワイトデーね、なるほど。あ、あやばい。14日、今日何日？9だわ。もうちょっとか。え、誰かかな、誰かからチョコくれへんかな。さやな、もうバレンタインもホワイトでももらう専門やから、うん、ダメだろ誰かせめて返せ、あげもせえへん。もらった人には返しなさいよ。誰かからもらったっけ、逆に。なんか載せてなかった SNS に。チョコ？おだ？違うか。え、チョコなんかもらってない。ラジオかなんか、あ、違う人かな。絶対違う、ごめんな。でも弟の、うん、同級生の女の子からなんかもらった。なんだそれ。でも家族全員でもらったから一人じゃない。なるほどね。もらった、自分が作った、その親友ちゃんに自分で作ったバレンタイン。あと、あ、お父さんにあげた。お父さんと弟に LINE でさ、お父さんとか弟から今年はバレンタインないんやなって来てたから、なんかちょっとなんか申し訳、かわいい、パパかわいいね。申し訳なくなっちゃって、うん、その次の日に急いで作って、かわいい、届けた。いいね、いい娘やわ。誰にもあげてないし、誰からももらってないかも。うん、マジ身内にしかあげてない。まあ、でも今はね、今はね、特にね、うん、家族内とかでしか。でも買ったやつとか欲しかったな。ほんで、うん、だって最近甘いの好きやから。あ、でもダイエット中なんでしょ。ダイエット中、ダメじゃん。ダメ、やめな、うん、やめな、本当にやめな、やめなって言って やめなさい、うん、それをやめなさい。3月14日ゆりなちゃんの誕生日、え、今日って3月14日か、誕生日。なんかみんなの誕生日分かってない。こんにちは、サユパラの再来。本当だよね。どうも、サユパラです。どんなんやっても忘れた。サイパラですみたいな感じはなかったと思うけどね。忘れちゃった。いや、あの、なんだっけ、何、なんだっけ、あれの流れ本当に面白かったな。サイパラ、サイパラでさ、あの曲、あー、なんかさ、桜の花びら、え、桜の花びらたちだっけ、なんかこの流れやったら絶対、そう、桜のしおり、あ、桜の木になろうやのに、サイナが恋するフォーチュンクッキー。マジ
ジで。じゃあもともと決めてたからさ、まさか桜の木になろうの流れになると思わへんくて、自分も言っててさ、あれ桜の木になろうじゃないよなみたいな。マジでめちゃくちゃ面白かったな。めっちゃ、じゃあね、こっからはさっきも話してたね、歌に行きたいと思います。聞いてください、恋するフォーチュンクッキー。マジで本当に息できないかと思うぐらい笑っちゃった、ね、あん時笑いすぎてさ、なんか帰って爆睡したいけど、はあ、疲れた。よかったよかった、いいいい疲労感だね。すぐ寝た。いいですね。チチチチ TikTok やばい、めっちゃ見ちゃうって。やっぱでも見てると面白いもんなんだろうね。すごいみんな使ってるもんね、うん、無で見ちゃう。いや、なんか別に自分がやりたいわけじゃないの、見てたい。そう、トントントンってYouTube の、そうそうそう、ストーリー見てる感覚。ああ、なるほどね。うん。もう大変だ。焦点が合わん。あるよね。焦点が。君の背中の翼が折れて、あ、久しぶりに聞いた、その何やっけ、うわ、もう歌詞が歌えないわ。だ、全部空耳で聞くからさ、歌詞覚えられへん、うん、ね、こうバラーっと音だけ、うん、夢は明けるか。何の歌やっけそれ。君はペガサス。へえ、すごい、ファンの人の反応の方が早いわ。やばい。サイナちゃんほんま歌詞覚えへん、わらわら。サイナさ、感覚とさ、パッションで来てるからさ。いや、でも分かるの、パッションやから歌詞とか覚えられへんのよね、正直。覚えて。ウーバーワールドさんの歌も好きやけどさ、うん、すっごいあの歌詞を見ながら聞くん、ウーバーワールドさんの曲とかは、うん、すっごい染みるんやけど、じゃあ歌ってくださいアカペラでってなったら歌詞わからん、全然わからん。君はなななななな、あ、イヤホン持ってこれば歌えたのにね。歌いたいね。歌いなよ、ちょっと歌え。なんであの歌も出てこん、ね、何も出てこん。ゆいが歌詞出してあげるよ。見えん。君の背中の翼が、すごい、これ無料で聞けるんやで。夢は明らく終わる、すごいわ。この手を伸ばしても愛は跡形もなくさよなら。すごい。いや、もう全然覚えてないな。踊ったことあんの？なんかやったことある。ないないない。最近その靴ハマってんね。別にずっとこれないよ。最近その靴履いてくんね。ずっとこれないよ。あのラジオでそれ履いてきた時、ほんまになんかバカにされてんのかと思って。高すぎて身長。これはやばいと思って。基本このヒールの高さないよ。いいね、その高さいいよね。そう、そういうのもね、足長く多分どんな靴履いててもシークレットブーツしてるから。あ、そうなの。これもシークレットブーツ。ヨコちゃんの歌は拳が効いてるね。拳って何？うん。うん。入ってる？ってことじゃない？え、あ、知らん。拳。演歌みたいな。うわーってことじゃないの？がなりか。拳ってなんだろうね。うん。で、うん。あ、違うじゃん。四十何万の。いやいや。違うの？いや、違くて。演歌を歌う時の拳。演歌。歌っていい演歌ってなんだっけ？ね。うん、一本一本。演歌じゃないね。温度。ね、歌ったらあかん歌しか出てこん。そう。あ、それそれそれってきたで。あ、うんってやつ、うん、え、入ってた？でも君、うんって君、君ってくる。いやいや、くるからじゃない。うん、痛くなるわ、こんな。今舞台中やのに。
でもさ日本人がな、うん、一番とか嘘かもしれへんけどさ、うん、日本人ってな目の動きでな表情を伝え表情っていうか喜怒哀楽伝えるのって難しいらしい。ああだからその海外の方とかってその表情豊かにリアクションするよねってことだよね。そう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 みたいな。でもさマスクしてるからさ何の表情伝わらへんよねって今こう配信しながら思ってた。だって今すごいさ、うん、微笑んでるのにさ、うん、画面見たらなんか死んでるんやけどあれおかしいどういうことって思って。すごいここから鏡で見れる。そういうイメージあるかもね。こんにちはこんにちはこんにちは。できてる。オバマの港にサバが上がる頃あなた溢れる涙はあなたサバ街道だったっけ。サバ街道、うん、多分うちのあの演歌うちの演歌 AKB48 の演歌のサバ街道、うん、へえ。サバ食べたいね。もうダメだ。歌詞だけ見ても音は全然無理。当落し、あ間違えた、当選したいって。イエーイおめでとう。イエーイおめでとう。おめでとう。響いた響いた。サイの響くんやって。見ておめでとう。こっちの楽器側にボボボボすごい響くんやって。いい声してるわ自分で言っちゃダメでしょ。いい声してる。ハマのショールーム見よ。リルルルルルルサバうまいよねやって。それな最終日真面目に当たったよって。4月4日最終日って4月4日。イエス4月4日。なるほど。誰やえ私、うん、横山ゆいちゃんです。なってき、な待ってもアイドル。アイドルって言わないでもらえる。最近もやってる？やってるでしょ。ずっと？やってる。え最初なんやっけ？最初からにな待ち、あえ最初からずっとワーコッタに？はい。あそうなの。そう。うわみんななんかちょいちょい変えてきてたよ。はいはいはい。いやもう最初からこれなんです。サイナ、サイナも多分最初からこれ。菜の花のように笑顔を咲かせたい。ママさゆな、はい、でも二十歳になってまでさ、だかだかやってよ。だかねー。いやだって二十歳でワッコさんにって喋ってるんだからさ。嘘のよなマリナ。やだこの人も。急に生まってきた。もうダメだ。マリの話すると生まっちゃうんだよね。もう急に生まってきた。ダメだ。そうマリの話しちゃうと生まっちゃうんだよね。ビジネス生まり。やめてよ。そうやで。まあもうやだやだ。正解。まあもうやだやだ。ビジュアルの写真ファルケ漏れてて草って。ファルケめっちゃ強そうよな。めっちゃ強そうね。ビジネス来たじゃないんだよ確かに違うわ。いやファルケ強そうなよな。ハンニャは？ハンニャなんか唇の色なさすぎてびっくりした。真っ白にしたの。あ逆に？そうなんか真っ白なんかこうメイクしてもらってて、うん、なんかこうどういうのしたいとかありますかって言われて、うんなんかその時さ台本決まってなかったからさ。ハンニャのイメージがユイの中ではこうちょっと無気力というか、うんうん、そういうイメージだったから、うんまあ、どういう役かもわからんかったしね。そうその衣装に合わせてで唇黒か白にしたいですって言ったの、うんうんうん、黒はダメですってなって白にしてもらった、うん、最初白ってわからんかった。唇の色なあの無色、うんうんうん、唇の色消すかベージュでこう色なくするか黒でいいですって言って、サンナはなんかお願いしますって言って最初からわーってやってもらって髪の毛やりますってなったらなんか急にパーマになってためっちゃ可愛かった。えパーマなんですけどみたいな。だから本当おしゃれ顔だから似合うのよ。めちゃめちゃパーマ。そっかそれほどでもーほーい最近やってないからなまってるわ。おーいあーブリブリーブリブリーすごい本家。そうブリブリーだけ本家出せる。ブリブリーのシーンだけサイナにしてほしい。そこのセリフだけ欲しい。ブリブリーブリブリーすごいお兄さんすごいすごいそう、しんちゃんだけ似てるよな。
何、うん、写真、うん、お姉さんうるさい無理無理うるさいツイッターに載せよう、似てるってやっぱり載せるね、いいよ、ハマぼぼーちゃ、お、え、すごいじゃん、しんちゃん意外と、ねねちゃん、ねねはちゃうね、待って一回ね、しんちゃんのやつね、クリアしたいのよね。ねね、おままが、うん、ねねちゃんの声忘れたわ。なんてき、まさおくん。しんちゃん。誰？誰？え、誰？誰？誰？アニメ声得意やからな。しんちゃん。え、すごいね、そう坊ちゃんとしんちゃんいける、やっぱしんちゃんっぽいから自分そういうパッションでいけるよね、ハマちゃんのアニメ声最強やって、それな、あの関西白書でアニメ声のグランプリ1位取った、へえ、お兄ちゃんちょっとアニメ声なんだな、それ汚いな、なんかお兄ちゃん、お兄ちゃん、なんか汚いな。なんで、どうやって出したやろ。こんにちは。はあ。ハマちゃん、ヨコちゃんの写真集買ってあげましたか。うん。見た。うん、早かった。はあ。はあ。でも見てくれたもんね。見た。ありがとう。お気に入りのシーンは、うん、タオル一枚のとこで。タオル一枚のとこで。うん。着てるか着てないのか。分からへん、恥ずかしいよね、着てないって思われたら恥ずかしい、なんかそれがなんか想像膨らむっていうか、なんかやめて、牛乳持ってたんですけど、なんかそれもなんかちょっと想像膨らむっていう、どういうこと、ちょっといいなって思いました、お風呂上がりだよみたいなね、でも私はお風呂上がりはコーヒー牛乳かフルーツオレ派です、あのね、え、コーヒー牛乳だったよ、え、え、あれ違ったっけ、あれ、牛乳じゃなかったっけ、あれちょっと待って確認しますね、稽古の裏話とかある、ないねバッサリないね、なる、ないよな、ないね、まだないね、まだね、まだないね、言えることないかもな、ね、なんか言えることないね、うん、ないね、なんだろう、あ、でもファルケ意外かもしれないですね、ああ、いいじゃんいいじゃん、意外です、ファルケ意外です、ゆい前髪切った、うん、あ、え、ハマ前髪切った、ハマ前髪切ったもんね、ハマ前髪切った、ゆいも前髪切った、今何時、1時40分まだ14時半か、じゃあ大丈夫か、はぁ、あ、コーヒー牛乳やって、あ、コーヒー牛乳なんか、そうだよ、あ、じゃあさらに牛乳早いわなんでフルーツオーレ飲みたい、誰か誰か買ってきて、ハンニャも意外だと思います、あのビジュアル、あ、どうだろう、やっぱあー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 、なんとなくわかる、わかる、うん、ハンニャ、でもファルケが一番意外よね、そうだね、ファルケあれみたいな、ファルケファルケファルケが一番意外、ゆいちゃんいるよ、ゆいちゃんいるよ、すごい、ゆいちゃん、ゆいちゃん自分で毛先紫にしたんだよそう、すぐ自分で色入れ直して、緑かと思ったらなんか昨日紫になってたよピンク紫、青入れたのね、びっくり、赤を入れてもらって、え、でもなんか全体も紫っぽい、いや、ここしか入れてないはず、てか髪の毛のさ、雰囲気変わるよね、色抜いてないとさ、ゆい自分で入れてるのってカラートリートメントだからさ、黒髪のところに色つかないのね、うんうんうん、普通は、うん、なんだけどなんか今回
使った初めてのカラートリートメント使ったんだけど、なんかめっちゃ強くて、へー、いいやん。黒髪のここだけやってたんだけど、ね、うん、その境目とかが分かんないからさ、ちょっと上からやってたのね、うん、この辺からじゃあついたんや。なんかあれでもさ、ちょうどよくない、なんか、まあ、グラデーションみたいな、うん、よくいい感じにグラデーションになってる。あならさやな、今日なんかスタッフさんに、スタッフさんっていうかメイクさんに、え、ハマちゃん髪の毛染めたって言われてたね。染めてない、染めてない。ゆいもカラートリートメントなんて染めてないです。何カラートリートメントって、そんなんあんの。なんかコンディショナーが色入ってるよみたいなやつ。自分で染めたことない。いや、もう自分ばっかですね。ハンニャさんいるのって。います、ハンニャです。よこちゃんお顔見せてって。しかしこれ小一古いよ。横山イエーイ適当なんだって髪染めないの。染めたゆい、ハイトーンにした。そうなの、うん、ゆい、こっから毛先のここまで以外染めてないの。染めたことないから。そういうのもインナー染めてたけどもうね、ない、うん、ここから染めたい。もうないです。どっちも声が大きいって。そう、やっぱ舞台しようか。やっぱ舞台ね、舞台、やっぱ、やっぱ舞台出てから、やっぱ舞台してくる舞台してくる。声出ちゃうんだよね。声出ちゃうよね。ハマちゃん毛先染めないのって。なんか染めたいけど、ちょっとなんか一回さ染めたら満足しちゃった。いや、わかる。ゆうももういいかなって思ってんだよね、なんか一回染めたらなんかもう満足しちゃった。染めるならなんかほんまに好きな色したい。リュウも髪の毛真っ白にしたい。シルバー、ハイトーンにしたい。白にしたい。今回の役でね、ゆいワンチャンできるんじゃないかって。ワンチャンできると思った。なんか好きなようにどうぞみたいな感じやったから、え、ワンチャンハイトーンいけんじゃねって思ったけど、なんか派手めじゃないので皆さんお願いしますみたいな感じやったから、くそ、なんかゆいは自由にどうぞみたいな感じだったんだけど、うん、なんか台本見てあれちょっと違うかもって、うん、うん、真っ白にしたかった。エイトはハイトーンしないよね多分みんな。どうだろうね、どうなんだろうね。あやねとかはでも相当、あ、確かに。でもあれ金髪じゃない、マジムリが決まる前高橋紫だっ、ね、紫やってでも紫にした直前直後ぐらいにマジ無理決まったから黒くしないと赤い。辛い。そうそうそう。斜めから抱きしめて。あ、もう時期やん。で、ね、時期やん。時期？うん、チョコレートの時期。チョコレート。でででででで。ねれねれ。なったいない、すごい誘惑、すごい眠こんなにこんなになんか配信してるのにずっと目が閉じていくやばい。こんなに寝てるのにめっちゃ寝てる。本当に毎日本当に12時前くらいにねもう寝ちゃうからね。本当に SNS に全然触れてない。こんな寝てないかもしれん今思えば。本当に、うん、朝早く起きないとダメだからさ、もう寝なきゃ体力が追いつかないと思って、ね、朝早いよね。そうだからすごいね、毎朝頑張って早く寝るようにしてる。体力が追いつかないと思って。電車で寝れへんからさ意外と。うん、そうだね。私もあんまり電車で寝れない。だから全然、ね、横湯のビブラート好きかかってたからありがとう。ってこと。あ、そう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 。ちゃんこんでーあーうわーモンキーモンキーモンキーやめてやだ。こんなん今回の笑い方めっちゃ癖強いなんないように頑張ってんだけどね。ちょっと
飲み物が飲みたくなってきたからそろそろやめようかな。じゃあ今日はアルバム本当にありがとうございました。プレゼントもありがとうございます。ありがとうございます。私あ横山もあの本日プレゼントいただきました。お手紙とかもありがとうございます。人のショールームで本当に ありがとうみんな。写真集の感想文とかもあの送ってくれた方はあのちゃんと届きました。ありがとうございます。本当に読みますしありがたくこうドキドキしながら皆さんの感想を読ませていただきます。ありがとう。ありがとう。アルバムありがとうということでランキングやります。13位バズさんありがとう。12位エイトレンチアットマークタナオおナオちゃんハートチームエイト応援隊。この前ナオちゃんに会った。え梅坊さんなんでえ舞台違う舞台とかじゃなくて普通におばったり。すごナオちゃんナオちゃんに会いたい。ナオちゃん11位ユーニュさんありがとうございます。ありがとう。10位プントさんありがとうございます。そして9位塩小路さんありがとうそして8位オカペさんありがとうございます。そして7位フロストさんありがとう。そして6位シャトルラブさんありがとうございます。そして5位遠い生誕委員不在配信で残念ですさんありがとうございます。わからん4位しょうちゃんアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。そして3位 ACE アセカツさんありがとうございます。そして2位グランパスエイトくんさんありがとう。そして1位クルーズさんありがとうございます。はい、ということで今日はレッスンを頑張りたいと思います。明日はあそうだ明日はあのラストの生出演のラジオがあるので、まあ来てくださいとは言えないんですけど、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。17時からです。お願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ゆうたち一緒にお弁当食べたお昼ご飯。ね、美味しかった。鮭です。ありがとう。最強焼きでした。バイバーイ。